でね、今うちは、まだこっち来てから全然かけてないけど、まあ、門真市内にだいぶ書いたんや、エピソード50は超えてるかな。まあ、ショートストーリーの連続ですけど、まあ、続いてる話です。それは、キャンペーン型でな、キャンペーン型ってもずっと連続的な感じがあるかな。連続旅も、ロールプレイング、ファンタジーのね、霧の丸でいい、こっち来て全然かけてない。もうすでにかなりの対策、大分なんで、対策なんで、大分なんですけど、まだ、まだ3分の1ぐらいしか来てない。これはね、霧のマルガリータって、霧の惑星なんですよ。で、霧ばっかりの惑星どうなるかって言ったら、哺乳類よりも、哺乳類は乾燥に強い。爬虫類が有利。虫とか。虫出てきてからまた湿気出て。で、ずっと湿気の惑星に、もし地球が戻ったら私たちは、恐竜になってしまうんだろうか。恐竜ってひょっとして、爬虫類から進化したんじゃなくて、かつての哺乳類が退化して、つまり霧が増えて、湿気が増えて、恐竜になったんだ。っていう、神秘学上の。がある。何があんねん何があんねんそういうお話ね。だから、ただその、竜神状態の主人公たちじゃないよ。うちらはその哺乳類。だけど、一応、で、この白い方は何？毛が生えてない。哺乳類っぽくないでしょ？まあ、これがホモサピエンスの語源なんですけどね。哺乳類なんやけど、なんか、毛生えてへんやん。それがホモサピエンスね。つまり、直立みたいな。どう人間だって。海のそばで成長したから。あ、文学です。海のそばで進化したから。生物学そういうものがあってだからまあ竜神へのオマージュはうちの苦手やけどただね、うん、苦手やね竜神がね哺乳類に対してエロくなるな納豆食うなってなるあ豆なんて恐竜の時代なかったしなかった皮脂植物いや当時皮脂植物もないつまり裸子植物植物だけそのラジ植物とかシラとかコケとか、巨大シラが恐竜見てるから。な、ま、マルガリータは巨大シラの世界です。上だね。で、下草の世界。下草にはなぜか肘植物が現れてるって感じの世界にしています。ね。で、まあ、その天候、天候だね。気候の、気候が一番主役の物語。またちょっと似てるような、そういう世界をね。でそこで予言で振り回される主人公たちの話。それをゲームの形式で皆さんに演じてもらうわけ。そういう仕組み。で、選択肢を選んでもらう。フローチャートですね。まあ、ゲーム独自のフローチャート文学ですね、まあ、ね。この言い方適切でしょ。彼がうちの正義だ。だから、そこでそれを振りかざすのか、それを振り、振り、振り、うわーじゃない、変として。このゲーム、わかるやろなと思った、今一瞬。だから、こうやってわーって時、ちらって見ちゃったの。でな、その、笑ってる場合ちゃうで、その、結局、その、恐竜には毛が生えてたらしいとか、いろいろあるやんか。うろこむき出しじゃなかったらしいとか、いろいろあるやんか。で、だからそこから哺乳類になったんですよって説明はみんななら、本当かなっていうのは、物語作家になろう、ぐいぐい興味があるでしょ。そんな書いてみたり、そう書いてください。うちはマルガリータだし。な、ただ、恐竜が竜神の世界に囲まれたら、まあ、何が大事かというと、湿気多いよ。ここ外したら、その、科学的じゃないし、ってことは魔術でも何でもないの。向こう魔術に。でしょな？そこだけ守ったら、守ってほしいんちゃうと。守ったらいいんじゃないと思うよ、そら。カラッカラの土地で恐竜って、初め人間みたいな。なあ、調査確認の。なそれでいいんかってもんで、まあ、ちょっと深く考えてほしい。じゃあ、霧の惑星の人間ってそれ竜神でしょ？哺乳類じゃないでしょ、もうって。だけど、霧が増えて、ね、退化していく。よーっていうと、あとその霧、喋る霧やん、マルガリータ。で、ちょっと一工夫でしょ。ね。エヴァってわけちゃうけど、エヴァンギリオンでもないし。ね、エヴァンすごいないし。エヴァンなんかもないしね。
エバンナ・トランプでもないしね。今のギャグいけるよ、エバンナ・トランプ。使ってるもん、こんなの。で、こんなんのって言っちゃった。で、このからちょっと見られると似てるかなって意識してるし。はい、で、結局、その、10回か。モーセの10回ね。モーゼの10回、いわゆるね、モーゼの10回ってどっちだろうやったっけ。生でしょ、うわ。でな、結局、その、エロくなるなっちの牛人からの希望でしょ。なんだか、卵外に出すから。恐竜は。哺乳類は、お母さんの体内に卵があって、そう、卵が、お母さんの中で、あーってなって、で、赤ちゃんになって、ね、で、出てくるわけだから、ね、温存できる、生まれる。有利な。な、要するに受胎したら、まあ、生まれやすい。ところが、恐竜の場合は、卵を外に産んでも、それが全部ひなになるとは限らない。恐竜のひなってそういうわけなのかもしれないけど、そういうわけない。だから、夫婦交代で卵を守る。他の、メスである、オスである、他の異性が来たら、その卵を見つけたら、もう死に来よう。こんなんで、遺伝子の戦い、そういうふうに発言しちゃう。な？じゃあ、夫婦にとって夫婦が全員的やねん。子供以外はな。そうするに。な。それがモーセ実際の起源やねん。で、それだけじゃないの。哺乳類は有利に増える。それとも浮気した方が有利。哺乳類は。繁殖にはな。でも、爬虫類とか鳥類とか、鳥類ね。とか、恐竜は、浮気が不利やろよ。な。浮気相手、家に連れ込んだら。あら、卵なんか、壊すようやろ。な。それがモーセ実会の起源になってるね。だから、哺乳類に増えすぎるなっていう意味で、モーセ実会があるわけ。結構増えすぎてるやろ。人間なんか特に。な、実は動物にいなりされた、いう動物憑依の状態に残ってる。な、その状態が言うたら増やすい、寿命も短くなって。そういくらだったら寿命も短くなるし、特に小鳥ちゃんの主食である、穀物を主食にしてから、あんたもともと薬草やった。うちらの主食は芋やったから、炭水化物はね。でも、穀物のせいで知能の知能で分娩の速度もめっちゃ速くなって、滅亡も速くなって、すっごいスピードで、流行っては滅んでいく。人間疲れんねん。グローバルでもな、すごい勢いで流行りしたりしたら、人間無理やねん。哺乳類無理やねん、そんなスピード。ネズミだけは対応できるため。な。じゃあ、そんな速いスピードの分娩スピードは穀物にしてるけど、穀物どうやって食べたのこんなもん。文明進化したのな。で、捨てられへん。文明の人格、穀物。な、いつまでもって。すごいすごい、ええことやし。昆虫類肉体としてはな、まあ、霊長類肉体としては、耐えられへん、そのスピード。じゃあ、もうスピードがええって、もうずっと喋り続けるしかない。もう気晴らしずっと悪口でなんだろう、もうずっと言っても、もう聞くの全部あかんのやって。フォローしちゃえ。スズメにしてやられてますやん。おわとがよくていいよ。